もしもし、ポリスマン。サークルの部室はすぐ裏が雑木林になっていて、日当たりも良くない。暗すぎだろ。なんか、ね、恋愛室かなって感じ。学校側にはイベントサークルとみなされ、ちゃんとした部室を与えられなかったのだ。ああ、まあ、ね、完全にイベントサークルですからね。そんな部室でもサークルのメンバーが集まると居心地は悪くない。暇さえあればここに顔を出すのが僕たちの習慣になっていた。部室に入ると香りが花瓶に花を飾っている。その花は綺麗でしょう。キャンプで摘んできたの。ほら、一応ここ野草研究サークルだし。今引き草って言うんだって。ね、今引き草、今引き草の花言葉って知ってる？唐突になんだこいつ。教えてあげようか。うぜえ。まあ、一応聞こうか。今引き草の花言葉はね、開墾なの。悔やむとか恨むとかのね。それで開墾のハーブとも言われているそうよ。へえ。開墾とは随分と変わっている。この花がね、キャンプ場の一面に咲いていたんだよ。開墾がそこら中に満ちていたってわけ。怖いでしょ。まあ怖いな。いや、別に。だったらこれはどう？キャンプ場のそばに心霊スポットがあったの。誰も住んでいない古い屋敷でね、私たち何も知らないで入っちゃったの。それで？なんかね、戦前からの建物らしくて、何度も持ち主が変わっているんだって。へえ。戦前の建物なんて別に珍しくもない。そうか、早いところ話の核心に入ってほしかった。それで最近の持ち主が改築したんだけど、うん、そうしたら地下室から。地下室から？なんだよ、最後まで話せよ。いいの？何が？最後まで聞くとヒロキも呪われるよ。じゃ、やめとく。なんでよ、最後まで聞いてよ。どうせ誰かの受け売りだろ。バレたか。ああ、ネットで見たんかな。でも楽しかったよ。ヒロキも来ればよかったのに。あまり触れられたくないことを言われた。あ、そうなのね。ちょっと用事があってさ。いや、絶対ないだろ、お前。何の用事だったの？別にいいだろ。誰かとデート？そんなわけないだろ。なんでそこまで言わなくちゃいけないんだよ。本当は用事など何もなかった。やっぱりないじゃん。マナミがキャンプに行かないというので、僕も不参加を決めた。へえ。マナミが参加しないキャンプは、あの醤油ラーメンのない学食みたいなもの。どんだけマナミ重視なの？僕にとっては全く価値がない。いや、付き合いで言っとけよ。私はヒロキとキャンプに行きたかったのに。あ、そうか、マナミが来ないでこいつも来なかったから二人でデートしてたんじゃねえかっつって、この女はあれなのね、疑ってんだね。そんなことを言われてどう返答すればいいんだろうか。香織は僕の言葉を待っている素振りだった。次は必ず行くよ。まあまた今度、僕は行きたくなかったんだ。ああ、いやでもけなげじゃないですか。ちょっとバックログ行っちゃった。まあどうしようかな。うん、ちょっとけなげなんでね、ちょっといい感じに言ってあげたいですよね。じゃあ、まあじゃあ次は必ず行くよ。必ず行くよ。慰めるつもりで言った。うん。じゃあ二人で行こう。いつ？めっちゃ押してくんなこいつ。来週とか。香織が目を輝かせて見つめている。香織の性格、そのファッションが示す通り、我が道を行くマイペースな性格。見かけによらず気が強い面もあり、奇抜な香織のキャラクターについて陰口を叩くような相手には面と向かって応酬する。まだサークル仲間と打ち解けていない頃、マナミが先輩にすごく言い寄られて困っていた時も香織が撃退し、それ以来マナミの香織に対する認識が変わったらしい。へえ。結構きつい性格なんだね。遠坂凛みたいな。あ、声遠坂凛だわ。大丈夫ですか？いいよ、どこ行く？任せるよ。やったー。うん、めっちゃ喜んでね。じゃあ調べておくよ、任せといて。ダメだ、いくらなんでもこれ以上ぬかえる帯をさせるわけにはいかない。あのさ、ん？ごめん、
来週はその、その次は、推し強えな。香織は僕の色良い返事を期待している。それが僕にとっては重かった。まだわからない。まあそういうのがね、無難ですよね。もしかして行きたくない。直に聞くなこの女。別に邪険にするつもりはないんだが、うまく表現できないことに苛立ちを覚えた。それっきり会話を捉えた。重苦しい空気が物質に流れる。なんだか嫌な雰囲気になってきた。まあ適当に遊び行っときゃいいじゃないか。ひろきがどう思っていても諦めないから。ひろきのことを好きなのは自由でしょ。かっこいいね。香織から付き合ってほしいと合格されたのは1年前の頃。あ、言われたんだ。へえ。僕はまなみのことが好きだったので気持ちは嬉しいけどと断った。今にして思えばその時にまなみが好きなことを話せばよかった。当時未成年だったまなみが入ったばかりのサークルのコンパで先輩からお酒を勧められたことがあった。それをかばったのがきっかけでまなみは彼のことを知る。ちなみにサークルは当時存続の危機に瀕しており、彼女たちの世代を除くと全て4年生だった。新入生であるひろきにとってかなり勇気がいる行為だっただろう。あ、そうだね。まあね、4つ上4つ上の先輩ですからね、相当勇気いりますよね。もうガタイもいいでしょうしね。そうすれば香織も諦めてくれたかもしれない。いやー、そうか、ドロドロになったんじゃないか。今からでも追いかけてちゃんと話をした方がいいだろうか。ただいきなりまなみのことを持ち出すのもなんだか唐突すぎる気がする。それに香織の態度からすると何を話したところで状況は変わらないかもしれない。僕はそれでもさっきの態度を誤った方がいいと思い香織を追いかけることにした。話すにしても機会を改めた方が良さそうだし、また今度にすると決めた。下手にどうこう言うよりも香織が勝手に心変わりすることを待つことを決めた。うん、3つ目難しそうじゃね。なんか下手になんかね、ほっとくとストーカー化しそうですよね、さっきの態度からしてね。まあ追いかけてってみましょうか。部室から出ようとするとちょうどドアが開いた。部屋に入ってきたのは泉明日香と松下和子だった。シャブやってそうだね。大丈夫？入試で成績トップだった明日香とシャブやってるからね。容姿端麗の和子は誰が見ても非の打ち所のないカップルだ。まあ完全に腕組んじゃってるからカップルだよね。二人は高校生の頃から付き合っているというから、やはりいい男といい女は収まるところに収まるのだろう。香り見なかった？ううん、今日は一緒じゃないの？さっきまではね。キャンプのこと拗ねてたんでしょ。ひろきがいないってずっと騒いでたし。そこまでご就寝にならなくてもいいのに。てか、あ、会うだろう。で、ねえ、なんか細い道行ってたでしょ、君。廊下で会うだろう、さっき。僕は何と答えたらいいか分からず、曖昧に笑うしかなかった。もうちょっとはっきりしたら？ドキッとした。家族はどこまで分かっているんだ。そういえば、なんか変なのを飲んだんだって？突っ込まれる前に話題が変わることにした。家族の特技、全く想像できないのだが、家族は自動車整備が得意だ。この年で整備士2級免許を取得している。実家が自動車整備工場を経営していて、一人っ子の彼女に後を継がせるために10代の頃から父親が英才教育を授けていたのだ。勝ち気な性格もこの時に父親から譲り受けたものである。へえ、すごいね。最悪だったよ。最悪だった。俺はあんなもの飲まなかったけどね。あら、私は楽しかったけど。あの屋敷もスリルがあったしね。理性的なアスカが変な薬を飲んでバカ騒ぎする姿は想像できない。そうか、めっちゃ薬飲んでそうな感じだけど。あれ、お前香りはいいのか。あ、そうだ、僕は物質を後にした。アスカたちと別れて大学構内を歩いていると、香織が一人で佇んでいるのを見つけた。アスカ、アスカファンクラブ。高校時代アスカファンクラブというのが密かに結成されていた。会員数5人というごくごく少人数ではあったが、抜け駆け禁止、おはようございますの挨拶は当番制。アスカに関するデータは完全に共有することなど厳しい規律があったらしい。しかしアスカは本人はもちろんのこと、校内でもその存在はほぼ知られていない。ちなみに家族はそこに入会していなかった。おお、一人勝ちだったんですね。しかし自動販売機の陰に隠れて何をしているんだろう。
よく見ると香りの視線の先にマサトがいて、マサトなの？めっちゃ落ち込んでるけどマサトなの？なんかスレンダーマンみたいになったけど大丈夫？なるほど、僕はピンときた。香りはマサトを驚かそうとしているんだろう。全く子供っぽいことをするな。マサトの方は飲み物を買うつもりなんだろう。買う感じかな。半分呆れながらも天末を、眺めることにした。お驚いた。俺がびっくりしたわ。おお、マサト何やってんだ。誰だ、お前は誰なんだ。何言ってんだよ。どうした。おいマサト。あ、俺どうして。病気じゃん。香りがぐったりしてる。まあ首絞められてますからね。ごめん。ひどいよ。ちょっと脅かしただけなのに。俺なんてこと。マサトは両手で顔を覆っている。ちょっとマサトと話をするから先に行って。これは小さくうなずくと逃げるように去った。おお。いやでもそばにいてやれよ。一体どうしたんだよ。学者クラブが気になったのが、どうもマサトの様子がおかしい。俺焼け死ぬんだ。ビジョンを飲むと焼け死ぬんだ。何言ってるんだよ。本当にね。さっきのニュース見ただろ。うん。あの芸大生もビジョンを飲んだんだ。絶対間違いないんだ。なんであんなものを。おいマサト、わけわかんないって。見えるんだよ。スタンドが？女が。え？飛行の快楽を売る代わり、黒い女に骨まで焼かれるだろう。大粒に火がたかれる限り、地獄の炎から逃れる術はない。残された土地を知りたくば、自らの爪に切れ。飛行の快楽を。マサト。死ぬんだ。俺も焼け死ぬ。大丈夫かあいつ。コンビニの袋の音が鳴らないようにアパートの廊下を歩くのは意外と神経を使う。一度マサトと酔っ払って廊下で騒いだら、大家にこっぴどく怒られたことがあるのだ。ああ、なんかあれなのかな、結構音が響くところなのかな。ポケットに手を入れた。指先で部屋の鍵を探る。キーホルダーがない。どうやらどこかで落としてしまったようだ。これで今月に入って2回目だ。ああ、ちぎれちゃったのかね。とにかく僕はキーホルダーをよくなくしてしまう。ほんと、我ながら情けない。こんな時のために予備の鍵がポストの中に、あ、鍵ごとなくしたのこいつ。バカだね。あの、紐でなんかズボンと結べばいいじゃんね。そんな中とすんならね。ポストから鍵を取り、ポストに入れてんの。部屋のドアを開けた。いただきます。夕飯のおかずはコンビニで買ってきた惣菜だ。まあ、最近うまいからね。ご飯は炊いておいたものを茶碗に盛った。サラダとハンバーグの味に満足し、ご飯を口にした。あ、なんかアメトークでもね、セブンイレブンのハンバーグがうまいってなんか言ってましたからね。苦い味が口の中いっぱいに広がった。昼間のペットボトルのお茶と同じ味だった。食べたものを吐き出した。あのお茶だけならともかく、なぜ家のご飯まで同じような味がするのだ。舌がおかしくなってしまったんだろうか。先に口にしたハンバーグとサラダは何でもない味だった。問題があるとすればご飯だ。へえ。炊飯器に顔を近づけて匂いを嗅いでみた。焦げ臭い感じがしたので、すべて生ゴミとして捨てることにした。僕の舌が原因でないとすると、どうしてお茶とご飯の味が変だったのか。考えられる可能性は、誰かが何かを混入した。でも家、あ、でも家もあれか、鍵ポストに入れてるぐらいだからね、入れちゃうよね、入ろうと思えばね。ペットボトルの茶を出された時、あの場にいたのはマサトと香里とあいみの3、まなみか、あいみじゃねえよ、歌手の方だよそれ。歌手で声優の方だよ。まさかマサトが、香里が、まなみが幽霊の仕業か、スタンド攻撃だ。
多分スタンド攻撃だと思います。考えたとね、あまりは馬鹿げた想像だと否定する。健吾じゃあるまいし、この年になって幽霊が自分のお茶に何かを入れたなんて考えるのは子供っぽいにも程がある。ペットボトルのお茶にいたずらをした人間がいるんだ。大学内を歩いている人間なら大勢いるし、そのチャンスがあったやつも多いんだろう。自販機で買ったんだったら難しいんじゃね。いや待てよ、ペットボトルはまだキャップが開けられていない状態だったし、炊飯器の中に何かを入れようとするならばこの部屋に侵入しなければならない。そうだよね、人の手による混入は可能性が薄い。いや全然だろ、全然だよ。注射器でペットボトルを入れれるしね、そういう事件あったしね。お前の家ガバガバじゃんセキュリティ。不安がじわじわと広がっていく。こんな時間に誰だろう、怖っ。黒ずくめすぎるね。どうしたんだ。うつむいた、めっちゃ落ち込んでね。テレビの2個も撮る。より怖いね。都内の駐車場で火災があり、車内から大学生の男女4人の遺体が発見されました。また火災で遺体なの。目撃者の話によりますと、大学生たちは車内で自分の体に火をつけたそうです。またこの4人はカラオケボックスで死亡した8人と同じ関東芸術大学に通っていました。集団焼身自殺の疑いがあるとして警察は遺族や友人に事情を聞いています。するとそのキャスターの手元にメモが差し出された。神奈川県の林道で崖下に転落している乗用車が発見された模様です、うん、現場から中継します。車の中から男女2人の遺体が確認されました。死亡した2人は関東芸術大学の学生で、死因はまだはっきりとはしませんが、2人とも全身に大やけどを負っているようです。また関東芸術大学、しかも全身に大やけど、これはどういうことなんだろうか。奇妙な一連の事件に僕は画面から目が離せなくなっていた。みんなビジョンを飲んだんだよ。話してみろよ。話してみろよ。この間のキャンプでさ、芸大生もキャンプ場にいたんだよ。たまたま水場でさ、ビジョンを飲むって話を聞いて。ちょっと待てよ、その芸大生と焼死した芸大生は同じやつなのか。いや、ちゃんと確認していないけど。だったらビジョンのせいなんて断言できないだろ。まあ断言はできないけど怪しいよね。それに同じだとしてもどうしてビジョンを飲むと焼け死ぬんだよ。まあそうだよね。思考の快楽を売る代わりに黒い女に骨まで焼かれる。それなんだよ。ビジョンの秘密さ。あの薬には恐ろしい秘密が隠されていたんだよ。どうした？大丈夫か？信じろって言っても無理だよな。まあ難しいね。変なものが見えるのは本当なんだ、信じてくれよ。マサトは幻覚まで見るようになってしまったのか。絶望的な気持ちになってきた。変なものって黒い女だよ。突拍子もない一言だった。一人になると黒い女が出るんだよ。あの言葉通りだったよ。なぜか黒く変色した。俺も焼け死ぬんだよ。もう逃げる方法はないんだよ。落ち着けて。気が済むまで叫んだのか、ようやく落ち着いてきたのでコップで水を飲ませてやった。言葉は訳がわからない。幻覚に悩まされているんだろう。しかしキャンプでビジョンを飲んで少なくとも2日は経っている。まあそうだよね。こんなにも効果が持続するなんて、ビジョンもかなり危険なドラッグだ。まあ全身から完全に抜けるまでに3日とかね、なんか普通の麻薬でもね、言いますからね。でもそこまで効果続くの？今日は止めてくれないか。うほ。俺。わかった。とりあえず飲もう。酔っ払って寝ちまえば変な女だって見ないだろ。そうだな。俺、昼間から何にも食べてないんだ。ちょっと腹減ったよ。それじゃあコンビニで弁当と酒を買ってくるよ。俺も一緒に行く。それがいいよ。
自転車ならすぐだから。テレビでも見て待ってろよ。いやいやいや、それとか一緒に行った方がいいって。自転車で行けばコンビニまで1分もかからない。全力で漕ぐとあっという間にコンビニに着いた。いや、歩いて行っても5分とかでしょ。だったらマサト買ってきたぞ。返事はない。マサト、彼の姿はなかった。自分のアパートに帰ったのだか。買い物から帰るまで5分もかかっていない。なんだか何かを追い立てられるように部屋を去っていった感じだ。まあテレビつけっぱなしね。そうだよね、こんな状態でね、出てかれちゃってもね。メモが載っている。書き置きのようだ。殴り書きでかろうじて一言だけ読むことができる。黒い女が来た。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。